はい、皆さんこんにちは、タンブラーという名前で、実況の方をやらせていただいております。はい、まず動画説明しないといかんか。ですね、こちらのドラゴンクエストモンスターズジョーカー3で、タイトル、あれ、なんだっけ、タイトル、ちょっと待ってください。タイトル、この動画のタイトル何しようとしてたっけな。あ、これか、はい。チームメタルを愛した男の一人だけということで、はい。まあ、ジョーカー3の、まあ、新シリーズということで始めさせていただきたいと思います。はい。そうですね。まあ、実はね、僕、以前、お裾分けというね、まあ、特性を、まあ、よく使うような、そういう、実況を、対戦実況を、はい、まあ、やっておりまして、まあ、今回ね、対戦実況としては、こちら、2シリーズ目という形に、なります。はい。ご無沙汰しておりましたの方がいらっしゃいましたら、大変ご無沙汰しておりました。はい。まずね、一番最初の、このシリーズが生まれた経緯についてちょっとお話しさせていただきたいと思います。ですね、まあ、もともと僕は以前に、お裾分けという、まあ、対戦の実況をやっておったんですけども、まあ、ジョーカー3はですね、2シリーズやろうかなというふうに、最初から実は考えてまして、で、まあ、これがおそらくね、僕のジョーカー3での、ファイナルシリーズになるというふうに思いますけども、まあ、もともと、もう1シリーズやろうかなというふうに思ってたんですよ。うん。でですね、前回のお裾分けの、動画の方がね、確か最終回の投稿が、8月の中頃くらいだったかな。うん。というふうに思います。で、実際、どんくらいだったかな？収録の方はもう、うろ覚えですけどね。うろ覚えですけど、確か2週間ぐらい前だったと思うんで、8月の実際頭くらいには、全シリーズのね、全シリーズの最終回の収録が終わったんですよ。そこで。で、まあ、もう1シリーズ最初からやろうかなというふうに企画はしてたもんですから、8月の頭くらいの時点で、まあ、収録最終回まで終わりまして、で、まあ、次の、シリーズに向けて、いろいろ準備というかね、8月頭ぐらいからそれを始めてたんですよ。うん。で、実際ですね、実は、まあ、今回ね、このシリーズ企画に至るまでに、2シリーズぐらいね、実はボツになりまして、もともとですね、8月頭ぐらいから準備を始めて、で、なんかね、いろいろやったんですよ。何やったかな。一つが、スライム。スライム系のモンスターだけを使って、まあ、対戦やってみようみたいな企画と、あと、リバースってあるんですけど、まあ、行動が遅いやつから順番に動き出すみたいな。まあそういう特性っていうか、まあまあほぼ特性使って発動するんですが、まあそれを、もうみんな使うっていう前提の縛りでやっていこうっていう企画をやったんですよ。でですね、まあそれをやったんですけども、あまりにもね、なんかまあやってみたら意外とちょっとピンとこなかったなっていうことになってしまいまして、で、結局ですね、遅れに遅れまして、もう、どないしようかなっていうね、ことで、最終的に、まあ、じゃあ、今回は、もう本当に、僕が、好きなモンスターを使ってやる。もう、特に好きなモンスターのシリーズっていうかね、まあ、そういうのを使ってやろうっていうことで、メタル系のモンスターを使ってやろうかなと。はい。いうので、まあ、始まったんですよ。最初ね。で、まあ、メタル系のモンスターって言ってもね、まあ、いろいろと種類があるので、多分、編集の方でね、出していると思いますけども、耐性が、属性系の耐性が全部、素が半減で、で、真ん中の耐性表のやつが全部弱点で、で、状態上系の耐性が、
まあ、激減とかね、あの向こうが多くて、あれ、一旦休みか。ね、一旦休みだけが、耐性がないよっていうタイプのモンスターたちがいると思うんですよ。よく固定特性が逃げ足ついてるやつ、ゴールド系のモンスターとかもいますけど、まあ、ああいう系のモンスターだけでやるっていう、まあ、形でスタートしたんですね。で、まあ、そこはもう、対戦上のね、企画としてはそういう形でやろうっていうふうに、思ってやりまして、まあ、そこまで良かったんだけど、実際にね、やってみたら、なんだろう、戦術的にね、メタル系のモンスターってやっぱり硬いというモンスターが多くて、戦い方としては、こう、詰め将棋みたいに、こう、行って行って詰めていくような戦い方になっちゃうんですよ。どうしても守備寄りだね。なので、ちょっとね、プレイ実況で、やってみたんだけど、あまりにもね、ちょっとプレイ実況でやるのはきついなと。毎ターン毎ターンね、いや、このターンも、前のターンと同じ、運びですねとか、いや、このターンも前のターンと特に変わりはありませんね、みたいな形になってしまってたので、それはさすがになぁと思ったんですよね。モンスターとしてはね、好きなモンスターでやってみてね、対戦としてはこう、楽しかったんだけど、やっぱりその、動画としてね、向いてるか、向いてないかっていうのはどうしてもあるんですよ。まあ、これは、なかなか動画投稿する人でないとわからないかもしれないですけども、まあ、やっぱりどうしてもね、尺とか、なんかこう、戦いのこう切り替わりどころみたいのがないとね、こう、オーディエンスが湧くような場面がないっていうのはね、まあ、そういうパーティーとかもあるので、ちょっとこれ動画にはな、不向きだなっていうふうな思いがあったんですね。で、まあ、少なくともちょっとプレイ実況でやるのは厳しいなというふうに思いまして、もうじゃあどうしようかなと思って、最終的にじゃあもうこうなったらもう全部後収録に実況としてはして、俺でもう、まあ、今回は本当に、僕が、好きにね、楽しくやるだけというような、そういうようなシリーズにしようかなと、はい。いうことで、スタートしましたのが、こちらですね。はい。メタル、チームメタルを愛した男の一人酒と、はい、なります。なので、こちらの方ですね、勘違いないように、言っておきますけど、全部収録ね、実況の方は、後撮りとなってますが、まあ、その上で、ちょっとお酒をいただきながらやってると、はい、いう形になります。うん。で、まあ、対戦のね、内容を、僕が改めてこれ振り返りながら、まあ、お酒を飲みながら、まあ、いろいろと、ちょっと対戦についても振り返っていったりとかね、まあ、ジョーカーとかね、ドラクエについてのちょっと他愛もない話をしていくと、はい、そういう内容になります、これは。はい、ですので、まあ、ここまでね、話した流れで、ちょっと内容としては、まあ、そんな感じなんですけども、本当に、まあ、今回の、シリーズについてはね、まあ、対戦的に、こう、参考になるとか、そういうものはね、まあ、ないと思います。はい。まあ、ジョーカー3はね、僕がやるゲームの中では、本当に珍しくというか、多分、ほぼこれぐらい、これまでこれぐらいしかなかったんですけど、珍しく参考になるなとかっていうようなありがたいことにね、まあそういうコメントとかも、いただいておったんですけども、まあ今回のこのシリーズについては、もう本当にただ僕がね、私、タンブラーが、ただただ楽しく、収録を撮っていくと、はい、実況をやっていくというだけの、シリーズになりますので、あんまりこう、対戦の内容的にね、こう見る方に、こうだぜ、みたいなことを偉そうに語ることもなければ、うん。まあ、参考になるような、あれもそこまではないと思いますので、はい。まあ、本当に、その上で、興味がある方はね、お付き合いいただければなと思います。はい。そう。一応パート1だからね、さすがに話しますか。まあ、多分、そんなにね、ずっと話すことはないと思うんですけども、一応、パート1ですので、
こちらの戦い方というかね、まあ、そういうのには軽く触れておきますか。はい。まあ、全部ね、メタル系のモンスターという形になってまして、今回パート1で出ている、モンスターはですね、1パーティー分しか出ていないと思います。ドラゴメタルと、あと、正義の毒ドアライで、なんだっけあいつ。あ、メタルライダーか。メタルライダー。あとはメタルゴッテスですね。の4体のパーティーとなっております。はい。で、まあ、この系のモンスターですね。まあ、ご存知の方も多いと思うんですけども、まあ、耐性が優秀であって、で、パラメータ方面がですね、ほとんど、防御、賢さ、あとは素早さ系かな。まあ、そのあたりにもう、偏っているということで、まあ、守備寄りの戦い方になってます。うん。で、特性としてはですね、会心完全ガードと、あと、全ガードプラスか。はい。を、まあ、全モンスターつけてまして、属性系の耐性が、無効か激減かな？無効か激減くらいと。で、ですね、あれ、耐性の耐性かな？すいません、については無効と。で、状態異常系の耐性は全部無効という形になってます。なんで、まあ、フバハックとか不気味な光とかかな、ああいうのも全く効かずに、まあ、状態異常系も効かないので、もう完全に状態異常系については効きませんと。で、属性系の耐性も、まあ、激減から無効ということで、まあ、ほとんど効かないと、いうようなパーティーになってます。で、大体ですね、それを作り出すのに、特性と、スキルですね。スキルの方も、まあ、その体制作り出すのに、なんちゃらガード EX とかね、まあ、そういうのをつけてますんで、ほとんど、7、8割ぐらいね、そこに埋まっちゃってまして。で、あとは、残りのちょこっと空いた、特性とか、スキルを、活用して、もう戦い方ほんと単純ですね。バフこっちかけて、相手のバフを解いて、で、デバフ巻いて勝つっていう、それだけの戦い方です。はい。なんで、他の特性は、何だったかな。凍てつく波動と、闇の波動かなを持っているやつもいたりとか、いう感じで、基本的にはね、相手が硬ければ10ラウンド戦う前提で、強化してって、相手の強化切ってって、で、パラメータ下げてって、うん。で、ちょっとずつちょっとずつ、ポイントを、稼いでいくとよと、倒していくよっていうような、まあ、そういうような戦い方になってますかね。はい。まあ、以上です。うん。戦い方としてはね、そんなに、嫌いじゃないというか、好きな戦い方なんですよ。僕結構、行って行ってしっかりと詰めていくパーティーというかね、戦術っていうのは、まあ、こう見えてね、こう見えてっていうか、まあ、どう見えてるかわかんないけど、まあ、こう見えて好きなので、うん。だから、まあ、戦い方としては結構好きです。ただ、動画としては結構不向きだな。やっぱり。動画としては不向きですね。本当に。10ラウンド戦うことも多いし、もちろん、防御力をね、徹底した上でやることっていうのは最終的に強化して攻めていくっていうことを、主体にしてるもんですから、それで、なんていうかな、タイムオーバーですみたいな、TOD みたいな形を取っていくっていうことはないんですけども、ただ、まあどうしてもね、ターンはかかり気味になってしまうので、ちょっとね、プレイ実況としてはやりづらかったね。うん。はい。で、2戦目ですね。すいませんでした。1戦目だけね、ニセトロの撮影のあれをちょっと間違えちゃってまして、下画面が撮れてなかったです。はい。基本的にはね、この通りに、今後も行くと思いますので、はい。よろしくお願いいたします。2戦目ね。2戦目これ多分2倍速にしてると思いますが、2戦目ね、
まあこれ、あれですね。まあ見てればわかると思います、これは。これは完全にロックを決められてるパターンになると思います。でね、これ僕ね、前作のね、前作、全シリーズの、ジョーカー3の実況ではもう一切触れてこなかったんですが、まあ、ジョーカー3の中にも、TOD、タイムオーバーデス的な戦術を、がありまして、で、まあ、いわゆる本当にロックを決めてしまって、完全に動きを制限してしまって、あとはもう10ラウンド逃げ切るっていうことを、かなり、まあ、それだけが勝ち数じゃないと思いますけども、そこにかなり比重を置いた、戦い方っていうのがあります。で、これなんかはですね、これ結構ね、なんか流行ってるとか聞いたことありますけど、テンションシフトとか打って相手のテンションを下げてしまうんですよ。で、反射系を張ると。そうすると、テンションが溜まってないと反射に跳ね返してしまう。跳ね返ってしまうんで、コンピューターとしては、テンション溜めるっていう選択しかしなくなっちゃうんですよ。で、その状態で、あれ、格段の下げ、下げ日か。格段の下げ日を決めてしまうと。いうことをすると、AI がね、もう自動的にテンション溜めるっていう行動しかしなくなってしまいますんで、で、それでも、完全に相手の行動をもうロックしてしまって、もう、格段の叫び、もう半永久的にかかり続けますんで、これで10ラウンドも、決まった時点で負け確っていう、何 まあ、ロック戦法みたいなのがあるんですけど、まあ、それですね、これは。それに決まっちゃってると。あと、もう一個あるのは、まあ、これちょっと、運とか絡んでくるんですけど、ロック系の構成をうまく固めた上で、パーティーチェンジを決めてしまって、で、それでパーチェンで、タイムオーバーです、TOD に持っていくっていう戦法もあるんですよ。でね、これについてはね、僕は故意に、全シリーズの時は触れてこなかったんですよ。でね、なんでかっていうとね、これについての話をしてしまうと、ちょっとね、僕もゲーム上、ね、ネガティブなことというか、そういうのを言いたくなってしまうので、なるべくそれについては触れないようにしてたんですよ。僕は基本的に、ゲーム実況をやってる時に、そのゲームやってる間は、たとえちょっとね、これどうかなとか、いや、あんまりなとか思うことがあっても、やっぱり実況動画って、ね、いろんな方が見られてると思うし、そのゲーム多分好きな方がね、見てると思うんで、あんまりなんかやってる僕自身が、いや、これないっすわとか、これつまんねえんだよなとかっていうことは、なんか言ったらなんか嫌じゃないですか だから、もうそういうのはもう絶対に、通常のゲーム実況のね、動画やってる中ではもう言わない。絶対に表に出さないと。いうのが、まあ、僕のポリシーで、実はやってます。で、まあ、そういうのもあってね、前作までの中ではそういった話は特にしてこなかったんですけど、まあ、今回は、まあ、いっか、これはなんかちょっともう、もともと、後収録という形で、もう本当に、まあ、好きにやるっていうシリーズにしましたので、まあ、あまり聞いてる方が不快にならない程度に、ちょっと僕なりに、コメントさせてもらおうかなと思います。ですね、僕は対戦系のゲームにおける、TOD、例えばポケモンとかでも実はあったりするんですけども、もう本当に、動けなくしてしまって、で、それで、逃げ切ってしまうっていう、もともと TOD って何の用語だったかな？カードゲーム用語だったかな、ちょっと忘れちゃいましたけど、まあそういう戦法が大体あるんですよ。で、それはね、まあもちろんね、ゲーム実況でやってる時に動画なんで、もう動画上それをやるっていうことはもう基本的にないんですけど、それ以前に単純にゲーマーとしてというかね、自分がなんかそれについてどう思うかっていうことを問われると、僕はタイムオーバーデス系の戦術は、基本的にはシステムの欠陥だと思ってますので、まあ、
あまり好ましいとは思ってないですね。ただ、ただしね、ただし、そういった戦術を、プレイヤーが選択することっていうことに関しては、一切否定されるべきではないと思います。別にタイムオーバーデスに限った話ではないですけど、もう、ルールをね、守った限りというか、改造とかね、そういうのはもう完全に NG だけど、ルールを守った上で、やれる範囲のことっていうのは、まあ、どういう、選択肢を取ったとしても、それは絶対に否定されるべきではないと思いますので、僕はプレイヤーがね、どういう戦術を取るかっていうことに関しては、そこはどういう戦術を取ったとしても、まあ、もちろん今ね、僕が言ったように人によって好き嫌いはあるでしょう。好き嫌いはあると思うけど、それを否定されるべきではないと思いますね。ただそういうような戦法を成立させてしまってるメーカー側にはかなり責任はあると思います。はい。で、特にね、根幹となってるところっていうのかな、そのジョーカー3でいうと、そういうタイムオーバー系の戦術がまかり通ってしまってる要因になってる技がね、あれなんですよ。今回ね、こちらのパーティーとかも使ってるんであれなんですけど、格段の叫びですね。格段の叫びっていう技は、僕はもう完全に、あれはシステムの結果だと思います。そもそもが、まあ、対戦ゲーム系っていうのは、やっぱり、まあ、対戦ゲーム系に限らずかもしれないですけど、プレイヤーがね、こう、コマンド何選ぶかを自分で考えて、どういう風に遊んでいこうかなっていうのを考えていくのがゲームだと思うんで、やっぱりね、それを最初からもう戦うっていうコマンドしか選べなくしてしまうっていうのは、これは完全に僕はシステムの欠陥じゃないかなっていう風に思いますね。しかも、塗り替えができるっていうか、ターンの延長ができてしまうんで、一回かかってしまうともう、半永久的にずっと、格段の叫びを受けてしまうんですよ。だから、まあ、申し訳ないけど、これはちょっと、完全なる失敗ですよね、きっと。と、僕は、あくまで、まあ、これはあくまで僕の意見ですけども、ちょっとこれは、メーカー側のシステムの欠陥じゃないかなというふうに思いますね。なので、正直なところで、大対戦についてはね、まあ、どうだろうな。まあどうしてもね、大対戦については、勝率をどうのこうのっていうよりは、まあ、前もね、前のシリーズでも言いましたけど、大対戦基本的に勝率 50% 取れば、上がってはいくので、上がるスピードはね、確かに勝率高い方が上がってきますけど、基本的にある程度、対戦についての、知識がある方で、もうやり込み時間かけられる人だったら、いずれは9999まで行くんですよ。まあ、それね、全然行ってないね、今作で僕が言ってもあんまり説得力がないかもしれませんけど、まあ、一応イルルカとかね、前作以前はまあ、9999までやった時もありましたけども、やり込みなんですよね。RPG でいうレベル99まで上げるかどうかっていう、まあ、やり込みのとこなんで、まあ、どうしてもね、ああいう形にしてしまうとね、やっぱり偏っちゃいますよね。パーティーのね、形が。結構もう、時間かけずに速攻で倒すっていうパーティーの方が効率いいじゃないですか。ポイント稼いでいくのにね、単純に勝率がいいかどうかとか、これ強いかどうかっていうよりは、まあなんか、ちょっと偏りはあるなっていうふうに思いますね。なんで、まあ大対戦やってると結構ね、まあそういう速攻系のパーティー、速攻とか捨て身とか、あとまあちょっと考え方逆転しますけど、リバースもね、別にリバースさせて速攻で行くっていうことに変わりはないので、まあそういう系のパーティーか、あとはまあタイムオーバーレス系の、もう真逆のパーティーとか、そういうのが多いので、
まあね、ちょっとね、今の第二大戦の形も、まあ、どうかなというような気もしてはおりますけどね、正直ね。はい。まあ、対戦の方終わってしまいましたので、今回は、パート1、こんな感じで、締めくくらせていただきたいと思います。今回はですね、本当に結構、ぶっちゃけで、等身大のね、タンブラーでちょっと実況させていただこうかなと思ってます。はい。というわけで、興味ある方は、今回もまたよろしくお願いいたします。はい。というわけで、ここまでご視聴ありがとうございました。また、次回お会いしましょう。